番手は地元の桐山、そして地元桐山を連れて吉本上昇合わせる3番の矢口、2センターから4コーナー左前方に赤番を目にします。早くも誘導員をかわして先行体制に入った福岡の吉本拓司、番手は地元の桐山、ここで高速インギリか、2番の稲川翔が吉本を抑えました。バックストレッチ先頭稲川でジャンが入ります。一気に外を飛んでいく3番車、矢口圭一郎、稲川矢口、両者のもがき合いは矢口が出っ切ったが長塚が離れている。2番の稲川が番手にあるも再び追い上げる7番車長塚智弘、先頭は矢口圭一郎、2番手7番車長塚智弘、さあ8番車吉本がまくっていく。3番手2番手まで迫るが7番の長塚が8番吉本を牽制し、2センターから4コーナー逃げる3番車矢口圭一郎、番手の7番車長塚智弘抜け出して記念優勝。小田原